まずスタートです。スタートは、まずはスタート争いになりましたね。外から、8番の、姿選手も速かったですしね、まあ、5番の、成田選手も速かった、松井選手も、ね、当然スタート速くて、まず松井選手が取りましたね、そしてその後ろには、姿選手がいるわけなんですけども、まあ、ここは、まず前を取ったのは、松井選手ですのでこれから、期待選手が上昇してきて、4番1番9番ですね、ここが前段となります。そしてその後ろには森沢選手と、成田選手がいますので、3番の新山選手が上昇してきて、東北勢が、中段ですね、そして、もう一つの東北勢ですね、8番の姿選手も上昇してきています、ですので、まあ、ここがまず並走になるわけなんですけども、前から、4番1番9番ですね、期待選手に、松井選手和田健太郎選手ですね、そこがまず前段です。南関東勢です、そして、中段には、内側には3番7番5番です。新山選手に森沢選手成田選手ですね、そして外側には8番2番6番姿選手に和田圭選手竹内智彦選手ですね、ここが、並走になってたわけなんですけども、ここで、我慢比べしてたんですけどね、まあ、ここは、新山選手が下げてという形ですね。そうなってくると前が、南関東勢、中段には姿選手率いる東北勢、そして後方には新山選手率いる、東北勢ですね、このような形になりましたね、このレース、期待選手が突っ張るわけなんですけどもね、新山選手 が、後ろから抑えに来る前にもう車間を開けてね、ここは突っ張る姿勢を見せてますので、その後ろにいる、松井選手和田選手、もうここはね突っ張るっていうのは分かってたでしょうね。後方から残り2周半ばで新山選手が、ね、少し追い出しをかけたところで、前を取っていた期待選手が、2周から赤番先行ですね、そして2番手には松井選手なんですけども、期待選手が少しスピードを落としたときですね、打掌で一気に、新山選手が叩きに行きました、そして期待選手を飲み込んでしまうんですよね。非常にいいタイミングで、新山選手が仕掛けたのではないかなと思います。あとは、期待選手の後ろから切り替えた、松井選手ですね、松井選手は、2日目ですね、新山選手の先行をまくってますから、やはり力をこれだけ使わないで4番手にいれば、まあ、ここから、ね、いいダッシュを決めてきましたよね、森沢選手もそれに少し、まあ、対応した感じなんですけども、対応しきれずに、ここは松井選手が突き抜けていきました、ここは、1番3番8番松井選手、新山選手、姿選手でゴール決着いたしました。第10レースでした。